皆さんこんにちは、プロ山岳ランナーの上田瑠衣です。前回、このガーミンのフェニックス7サファイアデュアルパワーのね、新しい機能について紹介したんですけども、今回はお気に入りのね、僕がよく使う機能というのをね、紹介していきたいというふうに思います。一つ目はですね、時計の中で設定の変更が完結するっていうのが、僕はすごく重宝しています。ガーミンとかね、使う前の他のブランドのやつだと、いちいちねスマホと連携してスマホの中で設定したのを、飛ばして、ここに反映されるっていうような感じだったんですけども、まあ、それがねデバイスの中で全て設定できるっていうのが僕の中ではすごい助かってます。あらかじめ GPX データを、デバイスに飛ばすにはスマホを連携しなきゃいけなかったりとかするんですけども、やっぱりある程度のことはねデバイスの中で完結させたい。でそこがね、いちいち全部が全部スマホと連携したりとかパソコンと連携してってやってると煩わしいので、まあ、そういう最小限のところは全部ねこのデバイスの中で完結するっていうのはすごい助かりますね。海外とか行くとなかなかトラックがないので、陸上競技場ですねがないので、その辺のねロードでインターバル走とかするんですけども、そのインターバルの設定もですね自分で距離とか時間とかレストの時間をこのデバイス上で、設定して、その場でねトレーニングすることができるので、すごいそれも助かってますね。2つ目はですね、僕がよくトレーニングとかレースでも使ってるんですけども、クライムプロ機能というですね、機能があります。これがあることで、じゃあ今登っている坂があとどれぐらい続くんだろう、何キロっていう風に出たりだとか、どれぐらいダウンヒルがここ続くんだろうっていうのが、一目瞭然で表示されます。まあ、これがあることで、まあ、自分のねペースを配分することができますし、一般の方とかでもですねどれぐらい続くから、じゃあ途中で休憩しようかなとか、あそこまで頑張ってみようっていうね指標になると思うので、すごいこれはね、重宝するかなと思います。あとこのねコースの中で登りが何本あるか、じゃあ今登ってるのが例えば15本あるうちの5本目っていうようなね表示もされるので、まあ、そういったのもねすごい分かりやすいですね。まあ、レースをする上でも、戦略を立てることにも役立ちますし、ペースを配分するのにもね役立ちます。3つ目はですね、高度適応という項目です。まあ、一般にはね高度順応とか高度順化とか言うと思うんですけども、僕もね普段高地トレーニングをね合宿でしたりとかするんですよ。標高 2000m で滞在してトレーニングしたりするんですけども、まあ、それがね滞在しているうちに、じゃあ今標高 1000m に体が適応してますとか、じゃあ1日経ったら高度1200になりましたっていうのがね、表示されるんです。まあ、それと併用して、SPO2、血中酸素濃度ですねも測ることができるので、まあ、それと合わせると酸素がちょっと足りてない状態なのかなとか、高地循環に高地トレーニングしてても、じゃあ今日 SPO2 が低いから練習の強度を落とそうとか、そういう、指標にもなるので、このね血中酸素濃度の SPO2 とこの高度適応という項目をね併用することで、高地トレーニングだとか合宿だとか、はたまたねスカイランニングの、レースに向けてのね、体調を整える意味でも、役立つ機能、役立つ項目かなと思います。でですね、目標を達成するために、まあ、自分のね実力を出し切るっていうのが大事だと思うんですけども、そのためにね確か一つ新しい機能があったと思うんですけど、なんだったっけな、ちょっとスマホ見ながらですけど、リアルタイムスタミナというね機能が新しくついています。そのまま読んじゃうんですけど、リアルタイムスタミナ機能を使用すると現在の体力を理解しスタミナを維持し速度と強度をリアルタイムで調整できます。フィニッシュラインに到達する瞬間にあなたのエネルギーを使い切るために、レース中にエネルギーの蓄えを節約するのに役立ちますと書いてあります。もちろんそれまでのどんな練習してきたかっていうのを複合的に、組み合わせてこの数値が出ると思うんですけども、これが分かることで今日のレースが30キロです、まあ、15キロ行って、じゃあ残りのスタミナが 60% あったら、配分としてはちょっとペース遅めで来てるよねって判断になると思うんですよ。これが30キロのうち15キロで 70% 使ってたら飛ばしすぎだよねって判断になると思うので、この機能ってすごい心拍数とかで見る以上に役立つというか分かりやすいんじゃないかなというふうに。これはトレイルランナーに限らず、まあ、市民ランナー全般的に言えることなんですけども、ラウンドトリップコースを作れるっていうね機能があります。これどういった機能かと言いますと、出張先だとか遠征先で初めて行く土地でどの辺走ろうかなっていうふうに悩むと思うんですよね。
まあ、そうした時にラウンドトリップ作成というね機能を使うと、行きたい任意の方角を定めて、あとは距離を設定すると、時計上で勝手にラウンドトリップコースを作ってくれるんです。8キロだったら8キロのコースを自動作成してくれるんですね。すごくないですか。もう全部ここに地図も入っているので、いちいちね、スマホを見ながら、じゃあここのところ曲がっていこうとか、しなくても、勝手にアラートとかで、曲がる角も教えてくれますし、地図上のね、細かいところも見えるので、これで、行って帰ってこれると。よくありがちなのが、そういうのね、ないと、じゃああそこまで行って、あ、今4キロになったから、じゃあ折り返してこよう。っていうね、往復コースになりがちだと思うんですよね。まあ、それがラウンドトリップになることで、いろんな景色を見ながら、いろんなそのね、行った先々の街並みを見ながら、スタート地点に戻ってこれる。まあ、それがスマホいらずで完結できるというのは、すごい便利な機能かなというふうに思います。でちなみに、このね、ガーミンのフェニックスには、ガーミンペイという機能がついてまして、まあ、クレジットカードのデータを読み込んだりだとか、あとスイカにも対応しているので、まあ、それを使うことで、途中でね、自販機で、ドリンク買うこともできますし、疲れたらね、電車に乗ることもできるんで、いちいちスマホを取り出さすとも、ルートファインディングができたりだとか、飲み物買ったりとかできるっていうのはね、すごい便利というか、ミニマムで済むんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、僕がやっぱりトレイルランニングやってる上では一番怖いのが遭難ですよね。まあ、その遭難防止に役立つっていうのがこの時計の魅力かなというふうに思います。まずマップが見れる、まあ、GPS が使えるデバイスだったら多分どれも一緒なんですけども、このマップ機能があることで、じゃあ自分がこれまで辿ってきた道筋が分かるわけですよ。でもし迷子になったらその道筋を辿って戻れば、スタート地点に戻ることができるので、まずそれでね、GPS 時計っていうのはそこのね、来たところに帰れるっていうのが一番のメリットかなというふうに思います。あとはですね、例えば滑落したりとかした時には自己検知機能もついてますので、まあ、そもそも Bluetooth でスマホと連携している、状態であることが前提なんですけども、自己検知機能でもし万が一があった時には、緊急連絡先に、連絡が行くことができる。でなおかつ、自分のね事故があった場所をね、伝達してくれるので、救助にも向かいやすいっていうメリットがあります。でやっぱりですね、フェニックスである必要っていうのはやっぱり自分が、まあ、今日ね紹介した、クライムプロだったりだとかね、まあ、そういったものを使いながらレースの中でうまくペースを配分して自分のね 100% をゴールまで出し切るっていうね、そういうね、戦略にも、使える機能が充実しているので、だからこそフェニックスである必要があるかなというふうに思います。パフォーマンスを十分に発揮するっていうのはね、皆さんにも言えることだと思うんですよね。皆さんがレースだとかでね、自分の目標を達成するためにやっぱこの時計でね、いろいろな、ね、データを数値で見ることで冷静に判断することができると思います。今の、ね、心拍数を見て今飛ばしすぎなのかどうかっていう判断できると思いますし、例えば SPO2 でちょっと今酸欠気味だったからペースを落とそうだとか、どういったペース配分で走ろうとかね、そういったことをね、この時計を通して知ることができるので、その、ね、自分を知ったりだとか置かれた状況を、確認することで、皆さんの、ね、目標に近づくことができるんじゃないかなというふうに思います。ということで今回ですね、フェニックス7だったりだとかね、僕がガーミンを使ってきた中での、お気に入りのね機能を紹介しました。今回ね、本当にフェニックス7は機能ありすぎて紹介しきれなかったね機能もたくさんあるので、ぜひね、ガーミンの、ね、ホームページをリンクを貼っときますので、そちらを見て、どんな機能があるか、皆さんもね確認してみてください。でね、今後もね、僕でね気に入った機能とかあればそちらもね紹介していきたいなというふうに思うので、ぜひそちらも楽しみにしていてください。